はい、では9月14日に行われたマリノス対京都、京都の方のねのゲームを見ていきます。それもほぼライブで見たのかな、家で。でも今日はもう今16日なんで、また明日になると試合来ちゃうかなっていうところで、急いでこの解説をします。さあ、それでは京都サンガ FC のスタートと予想。京都はまあ知ってる選手いないよね、全然。一人もいないかな。一緒にやったりとかも一人もいないね。あ、張さんぐらい。張喜寿監督じゃねえ。監督は一緒にやってます。いつだろうね、あれね。2007年はまだユースの監督だったのかな、ベルマーレの。で、89ぐらいで、トップチームのコーチ。監督としてはやってないんだからね。チョウさんがコーチで、俺が選手でっていう関係性ではやってたかな。それぐらいかな。このチョイスのポイント、橋本さん、どのあたりに感じてらっしゃいますか？あ、もう、自分たちで慣れた形に、はめ込んでる。まあ、4-3-3。ずっと4-3-3とか、これ3バックもやってんのか、チョウさんは。まあ、いろんなことを、やろうとする、監督だね。チョウさんは、ドイツのサッカーが好きだね。なんかドイツもオフになると見に行って、まあ、新しい、ね、なんか、戦術とか、考え方とかを持って、日本に帰ってきて、それをチームに落とし込むっていうのを、結構毎年やってんじゃないのかなっていう。まあ別にどこのね、国のサッカーが好きかどうかっていうのは人それぞれだからね。どこでもいいと思うんだけど、まあ張さんはドイツが好きということで。まあどこの国がね、世界の最前線かどうかもよくわからないけれども。まあ、っていうところです。そもそもね、そもそも日本が海外に対してそこまで遅れてるかっていう問題も、こんだけの情報社会になって、現地まで赴かないと得られない情報は、昔に比べたらやっぱ減ってるんじゃないかなっていうふうに思う。まあ、だとしてもね、行かないよりか行った方が多いとは思うんだけど、そうじゃなくても取れる情報はもう、そこら中に落ちてますよっていう感じではあるかな。で、まあ、サッカーもそんなに、翔さん自体のサッカーは変わってない。やっぱこう、前に、早く進むのが好き。っていう、わかりやすく言うとね、そういう監督です。あとまあ、前からプレッシャーかけるのも好き。ガツガツね。まあ、このゲームも、まあ、ハイライト見てたらわかると思うけど、京都は最初の、前半、20分ぐらいまでは、プレスがよく効いて、すごいアグレッシブでよかったね。そこに豊川選手がオーバーラップする。松田天馬選手が、フォローに入る。で、あと、張さんの特徴としては、自分の教え子をとにかく連れてくるっていうね。この松田天馬とか、サブで入ってるね、この金子とか、萩原とかもそうなのかな。とか、やっぱそういう傾向が、竹富とかね、教え子、まあ、どの監督にもある程度あるんだけど、自分の戦術を理解してる、しっかり理解してる人はやっぱ連れてくるっていうのね。傾向が強い監督だね。といういろいろな連動性がどんどん出てきてるんで、まあ、そのあたりは、形になってきてると思います。そうですね。あと割とスタッフも連れてくね、張さんは。やっと日本もそういう、なんか監督連れてくるんだったらもうファミリー全部連れてくるみたいな雰囲気にやっとなってきたかなっていう感じだね。監督だけすげ替えてもダメなんだよね。スタッフも全部変えないと、基本的にはうまくいかない。ただこの、果たして京都のスタッフの中に、張さんに意見を言える人がいるのかどうかっていうのが、まあ一番の問題だろうね。ベルマールではそれがもう何年もいなくて、結局、暴走しちゃって、ああいう事件になるっていうね、ところがあるからね。まあ、一旦謹慎したからね、もう、
反省はしてるのか。反省ってね、全然都庁さんとか年上だけどね、俺よりね。でもやっぱり、さっきも言ったように、教え子をたくさんこう、教え子とその、プロになってからじゃなくて、ユース時代とか、ジュニアユースとかの時に教えてた子らを集めてやってるから、やっぱその時の感覚が抜けないんだろうね。その感覚でしか指導できないというか、なんていうかな。その、先生と生徒みたいな関係性。親と子みたいな関係性。明らかな上下関係がある中の人間関係の構築の仕方っていう感じかな。対等ではないね。監督によってはやっぱ選手をもっとリスペクトして対等っていう人もいるけれども、まあ、それが調査のやり方だから、ね。実際にぶん殴ったりしなきゃいいんじゃないかなと思うけどね。さすがにもうしないでしょ。っていうところです。まあ、ね、ユース時代とかよくいろんな話は聞いてたけど、まあそれを今のこの世の中じゃ通用しないっていうところは、張さんも身に染みて分かったでしょうと。で、俺が何様なんだっていう話だけど。はい。いきます。マリノスは、なんせ4週間 ?6 週間の怪我を負いました。6週間。この間西村ね、痛いね、マジで。西村マジでいい選手だから、何せ、スタッツ見ても分かるけど、走行距離が長いのよ。一試合13キロか14キロ走る。で、ね、スプリントする。ジャンプしてヘディングする。切り替えて守備行く。積極的にシュート打つとかもすごいのよ、とにかくね。今年のマリノス、このまま優勝したら、下手したら西村 MVP じゃねえかなっていうぐらいの活躍だったんだけど、今シーズン6周っていうとも厳しそうだね、だいぶね。まあ、マルコス・ジュニオルがギリいるから、まあ、これも怪我したらきついね。マルコス・ジュニオルも怪我しちゃうと、もう、ちょっと、マリノスきついけど、彼がいるうちはまだギリ大丈夫かなっていう感じだね。でも、西村のはいい。あとは、おなじみのメンバーだね。小池隆太がメンバーにも入ってないけど、どうしたんだろうね。まあ、ちょっと、ローテーションかな。吉尾が珍しく入ってるっていうところね。攻撃陣に怪我人が出てるっていうのもあるけど、はい。になりましたが、このポイントはいかがですか。雑談が長くなったね、はい、最初のね。攻撃のところでマルコス・ジュニオル選手がね、どういう形でプレーするか、後の選手は今まで通り形になってると思うので、そこのつなぎ役でいかにいい形を作っていくか、まあ、攻撃のスピードアップダウン、ハイペースで攻撃するのかゆっくりするのかっていうところはマルコス選手がこう判断するところじゃないかなと思います。なるほど。はい。16分、めっちゃ飛ばすね。16分3秒。もっと京都のいいシーンあったと思うんだけど、まあ、これはマリノスの攻撃だね。まあマリノスらしい攻撃というかね、もう何テンポか早く中川がゴール前入れるかなと思ったけど、この場面では中に仕掛けていったね。佐藤選手の守備がここでもう京都はガシガシ前から食いついていってたから、こう剥がされると、これが初めて剥がしたシーンなんじゃないマリノス、多分それまでは全然剥がせなくて、受けちゃってプレッシャーを受けちゃってたっていう形だったんだよね。ボール入ってから気づいてるんで、はい、もしそれで時間が作られてます、ね、京都も戻り早かったね。で、この試合やっぱ京都の前からのプレッシャーというか、やっぱ、なんていうかな、ボールの出どこ、あと足元入ったところへのプレッシャーが、とにかく前半20分ぐらいまで強烈だったね。まあ半分ぐらいファール。まあ実際にファールも取られてたし、まあファールじゃなかったら儲けもんっていうような守備の仕方だね。まあマリノスもそういうところはある。特にこのゲーム、木田とか、このゲームだっけな、木田はちょっと危なかったよね。なんか、プレイオンで流されたからイエロー出なかったみたいなシーンもあったし、もう一枚もらってもおかしくないっていうシーンもあったかな。その辺も微妙なさじ加減がうまいっちゃうまいんだろうけど、結構危なかったかなと思うシーンだったね。回収した川崎、いや失礼、竹富、豊川から19分27秒のシーンは京都の攻撃ですね。中3枚入っています。セカンドボールこぼれたところ、福岡、これか、これもちょっと、これか、これ、木田危なかったね。ちょっと、危険なシーンかなとは思うけど。この前にも木田は、なんか、
アフターかなんかで引っ掛けて、でもプレオンで流れたからイエロー出なかったっていうシーンあったんだけど、その後にこれだったから、ちょっと今日来た危ないなっていう、風に若干思ったけどね。これは竹子にいたそう。足の裏で行ってっから、木だね。結構危険だったんじゃないかなと思うけど、どうなんでしょう。リフレジャッチ来るかな。はい、次22分30秒。浮き球を使いますが、エドワルド弾き返して、中川、素晴らしいですね。パスにしてましたね。すごいですね。これがマリノスだね。素晴らしい。素晴らしい。これ、エウベル邪魔したね。これね。俺そのままアンデルソン・ロペス打ってたら左利きだしね、もうちょいいいシュートいったんじゃないの。でもエドワルド選手のしょうがないっちゃしょうがないと思います。こんなん絶対打ったら入ってたよ。そうです、ね、何やってんのエドワルドっていうシーンだね。まあ、その前のあの中川とあの右サイドバック誰だっけ出てこないわ、中川と右サイドバックの選手のこのコンビネーションがまず良かったね。はい。で、フリーキック、これが得点のシーンだね。これもね、ちゃんと見てるところもほんとしっかりとセットされてて、ブロックされてるんだよね、このね、エドワルドについてる選手を、岩田はもうボールなんか見てないです、これ入ってる時。相手、エドワルドのマークを見ながら、こいつの邪魔をすると。で、そのマークも岩田に邪魔されるのも分かってて、避けるんだよね。でも、避けたことによって遅れちゃう、全く外れちゃう。でドフリーでゴールっていうシーンだね。やっぱ岩田見て後ろ見てる、悪いね。非常に悪い、ずる賢い濃いプレーですね。岩田くん、もう前々回京都東京戦かも岩田やってたな、これね、ブロックして。その時は重くし誰だっけあいつ、森重のことをブロックして、で森重吹っ飛ばして、なぜか自分がフリーになってゴールするっていうシーンだったのに、これは実際しっかり相手のマークを、まあ、進路妨害、しっかりして、マークを外させる。まあ、これ一つの技術だからね。今んとこ、J リーグでは、基本的には容認、このぐらいの程度だったら容認されてるプレーではあるかな。ディフェンスマークついてる方がちょっと、味方はもうボールを見てなくても悪いな。でもそこにしっかりボール流し込める長戸、どうしてもボール側にでボールが来たらしっかり決めるエドワールドってやつの2つの技術が連続して繋がらないとブロックしても入らないからねっていうところでは、まあ、マリノスのゴールで正当なゴールでいいんじゃないでしょうか。はい、37分12秒。ボールにくいに来るんだよな。内田11番縦に入ったマルコス・ジンオール前を向いてシュート、上福本この辺が決めたらゴーラストだね。まあ、10回ぐらいこのシーンあれば 2,3 回入るんじゃないかな。今エクバリオスいい攻撃からマルコス・ジンオールでしたね。はい、内田選手が前にこんだけ吹いたとしたらちょっとシュートミスだね。全然形が変わりましたからね。はい、枠にやってるそして、はい、49分18秒。ポジションを取っているエルアルド、また中に入ってきます。ゴールキーパーの前のボール、このセットプレーもかなりデザインされた、押し込んできたという印象がありますが、浮き球を使う上福本、これかゴール戦だね。これはうまかったね。2点目、マリノス。まあこう見ると両方セットプレーなんだよね。1点目もセットプレー、2点目はまあセットプレー崩れだけれども、まあ、セットプレーの流れの中でっていう形かな。これは本当にエーデルがうまいだけ。まあ、この上福岡のパンチングがもう少しでかければっていう話あるけど、まあ、それはでかければよりベストとかベターだったんだろうけど、まあ、精一杯だったんじゃないかなとは思うね。その後にこのループが確実に来るとは思えないからね。
できる選手そんなにないです。まあキャッチできたかな、ね、もうちょいパンチするかキャッチするかちょっと迷ったところあったと思うんですけどね、でもここちゃんとゴールカバーしてるけどその上を行くギリだね、まあ、エドワルドがしっかり競ってるからね、上から落ちるボールなんでね、なかなかクリアは難しかったと思いますね。ケイブリ選手素晴らしいゴールですね。ケビンマスカット監督もガッツポーズ、まあいいゴールだったんじゃない。はい、52分4秒ショートの声が、シュート高岡こぼれたところは詰められません。若いんだよね、日本人では今のとこから決めれる選手はほとんどいないかな。外国のリーグだったらこの辺からも打ち込む選手いるだろうけど、はい、68分50秒、ボールを奪ったエクマリノス、ただ回収した福岡、パウリーニョ、これは決定的だったな、決めたかった、パウリーニョね、特に言うことないけど、まあ、待てよ、もう一回見てみようか、クロス、クリアボールか、エクマリノス、ゴーパーのシュートなんかね、クリアを拾ってか、これでも松原か右サイドバック、松原と岩田2枚しっかりいるからね、その隙間に2人いるのか、松原きついよねこれね、まあぼかしてるわけじゃないからしっかりつこうと思ったけど、自分のマークもいるからね、岩田がどっちかっていうともうボールウォッチャーでボケてたっていう形かな、これは多分ボールしか見てないと思うよ、多分ボールしか見てない、本当やっぱこのクロス上がってきそうだった、まあ、ちょっと一瞬チラ見してているの分かってんだけどね、分かってんだけどね、いいポジションがあるんだから、まあ、この辺は岩田は J リーグだったし、まあ、J リーグだったら攻撃されることもあんまりないからね、マリノス自体はね、もし代表とかでセンターバック入った時に相手のフォワードがやっぱヘディング強い選手、ワールドカップとかでレバンドフスキとか来たらやっぱりやられちゃうかなっていう、この感じ出しちゃうとね、もう少しタイトにやらない、 J リーグではそういうクロスボールに対して無双できるぐらい、多分中澤とかこういう守備しないのよ、絶対跳ね返す、風量とか中澤とかっていうのはああいうクロスに対してはすごい強いから、まあ、背がでかくてよりヘディングが強いっていうのはあるんだけど、でも岩田はそこまでヘディング強くないから、だとしたらもう少しタイトについた方がいいんじゃないかっていう風には思うかな、あえてゾーンで守れるほどヘディング強くないね。はい、71分23秒戻して荻原、素晴らしい感じだな、ファーサイド福岡ヘッド、これは決めたかった、ゴールを捉えることはできませんでした、ボールを奪った、ただかいアウリーニャーン、ポスト、71分23秒ね、荻原、このね荻原のねクロスの上げ方は本当サイドプレイヤーのなんていうのかな、ゴールから離れる方向にボールを出して体回してクロス上げるっていう、これもベッカムがすごい得意なんだけど、これディフェンス触れないんだよね、外にドリブルしてるからね、ドリブルというか持ち出してるからクロス防ぎきれないというかね、でこんだけいいボール上がる、ファーサイド福岡ヘッド、入っても全然おかしくない、このクロスだけその萩原なんかいい選手だなって、すごいゴールありましたね、すごいゴール、荻原のこのすごいクロスです、シュートまた抜けてるんですね、なるほど、しかもね、はい、86分56秒、ゴールキーパーのバックヘッド、高岡の反応、ただねじ込みました、マリノスは得意なセットプレーがやられるよ、これはいつもの泣きどころのとこじゃないね、
普通にゾーンの間来たね。エドワルド。レオセアラとエドワルドの間か。で、まずやられたってことだね。あと、こぼれ玉。こぼれ玉詰められちゃったっていうのかなね。まあ、これはしょうがないね。マリノスの中では、強い二人、エドワルドとレオセアラのとこの間でやられるんだ。まあ、これゾーンだからね。ここにピンポイントできたらもう防げないんだけど。だキッカーが、まあ強かったっていうのと。間に入ってきたヘディングもまあ良かった。で、キーパーもファインセーブ。後ろから入ってきて、これもよく詰めたっていう、まあ、全部いいシーンだね。追加出ましたね。最後はもう気持ちいいですね。思い切り振り抜いた形なんで。高本選手もね、いいところに弾いたんですけどね。結局全部セットプレーだね。得点が。94分、もう終わりか。に入りました。あと何プレー残っているか。時計をちらりと見て、ここでホイッスル。おたけびをマリノスの 2-1 勝利っていう感じだね。でもこんだけさ、まあ京都も割と攻撃的に来たけど、でマリノスも攻撃的っつっても結局全部セットプレーっていうね、得点がね、サッカーの面白いところでもあるかなっていう感じかな。京都も惜しかったね。なんかチャンス自体はあったけどね。でもこれで京都もちょっと降格争いまた巻き込まれちゃう感じではあるかな。で、まあ、フロンターレが引き分けたんで、勝ち点5差。でも1試合フロンターレが少ないから、あと1試合じゃない、試合数一緒か。勝ち点5離れたら結構きついね、フロンターレがね。おそらく、俺の言ってる通りになりますが、マルコス・ジュニオールとか怪我しなければね、マルコス・ジュニオール、岩田、中川、この辺が怪我しちゃうときついかな。あと、エーベル。ちょっと前線の枚数がね、ニア・イチギがいなくなって、西村がいなくなって、ちょっときついかなっていうところあるから、まあでも、いるっちゃいるから、平気そうだけどね。サンガは勝ち点30。ギリのラインだね。35、6ぐらいが降格圏なのかな。勝ち点。っていう気はするね。勝ち点のラインが。まあ、次節は、明日、川崎はレイソルと。マリノスは札幌のホームだね。明後日か。日曜日14時から見れるかな。っていうところだね。京都。京都 FC 東京とアウェイか。きついね。まあ、どうなるか見てみましょうってところだね。まあ、一個前の福岡戦はね、福岡がすごい引いてきたけど、1-0。で、今回は京都は結構前からがっぷり四つでプレッシャーかけてきたけど、まあ2-1っていう。まあ結果さほどどういうサッカーで向かってこようか変わらないのかなっていう気はしないでもないね。うん。そのぐらい、どちらにしてもマリノスが今のところ上回る展開かな。俺マリノスファンじゃないけど、今年はマリノスずっと見てると、やっぱサッカー自体はやっぱ素晴らしいサッカーしてるんじゃないかな。これローテーションでこれだけクオリティ落ちないっていうチームはそんなに見たことないかな。だいたい落ちちゃうんだよね。別に木田がいなくても、岩田がいなくても、回ってるっちゃ回ってるからね。今回も西村いなくても別にマルコスジュニオールだからね、次に出てくるのがね、レベル高いよね。はい。じゃあ、終わります。また、日曜日見たら、月曜日かなんかに喋りたいと思います。